はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけれども、アントラーズの内田篤人選手が、まあ、引退発表をしたわけなんですけども、まあ、やっぱり無理して膝の怪我を押しながらずっと、ね、シャルケですごい、ね、強いシャルケ時代をレギュラーとしてやり続けて、まあ、怪我をして代表もやりながらっていうのもあって、なかなかそこから手術して、結果的に日本戻ってきましたけど、ね、まだ若いですからね、非常に残念な選手ですね。もったいない、本当にやっぱりね、ウッチーがいるとね、やっぱ代表でのね右サイドとかすげえ楽しみだったんで、まあウッチー長友みたいなね、このねサイドバックっていうのがね、自分の中ではすげえいいサイドバックだったかなとは思うんですけど、でもそうやって考えると奈良橋相馬ラインとか、こう過去の代表でもね結構アントラーズ絡みのねサイドバックの人多いかもしれないですね。はい何の話をしてるんだっていう話なんですけど、非常に残念だなというニュースが流れてきましたね。って感じです。はい、でやっぱりその怪我とか、まあ我々ね一般社会の世界で言ったら、やっぱり病気をしないとか、今だといかにコロナにかからないように、対策をしながら生活をしていくかっていうのが、やっぱりその生きていく中でその、ね、もしコロナがね重症化してしまったりとかしてしまったりとかして働けなくなったりとか、まあ、働かなくていい環境の人も、人生一丁上がってる人とかだったら、まあでもね重篤化してね後遺症とかも今言われてますので、まあ、ならないことっていうのが大事かなと思うんですけども、まあ健康には気をつけていきたいなと思います。はい、皆さんもぜひ健康には気をつけて、熱中症コロナ気をつけていきましょう。というところで、今日も画面が動かないと思ったでしょうもう慣れてると、今日は画面動きますからというところで、今日やっていきたい、今日は、企画あります絶対画面動かないと思ったでしょ、今やることないから。はい、トーマさんとね今日企画会議久しぶりに結構がっつりやったので、企画をちゃんと立ててやっていきたいなと思いますはい、トーマさんね最近喋ればいいんですよっていうコメントがねベースになってきちゃったんで、それは良くないなと思って、やっぱり飽きるんでね毎日さ喋っててもね、何かしらやっぱコンテンツで見ていただいている方に何かしら反応いただけるようなものを頑張って作っていきたいななんで笑ってるの今日のやり取りがちょっと面白かったはい、じゃあ、やっていきますねはい、で今日なんですけど、まず9月に、10月か9月に大幅バージョンアップがあって重ねが始まるんですが、その前に日本のキャラが10月の工場で、日本現行の工場キャラから、チームスキ20のキャラ出しますよっていう話があったので、まあ、それが誰かっていうのを予測していきたいなっていうので、なんでこんな8月のタイミングでやっていくかっていうと、 SSR ガチャで撮った時とかに合成しちゃったりとか、まあ、しないような形でちょっとね可能性を感じて見ていきたいなと思います。はい、まず翼くんは結構もう潜在が来てるキャラクターが多いので、自分的には、まずサンパウロ工場なので、サンパウロとこのジュニアユースの翼くん、なんだっけ、ダブルダイビングヘッドだっけ、プッシュダイビングヘッドで、そしてこのワールドユースの翼、そして翼の日かなんかに出たスカイウィングツインの工場の翼ですね。あとはアジア予選の翼、それで中学校の翼っていうところが現状潜在がないキャラクター。あとあれか、この自分はこのカタルーニャ翼持ってないんでね、早く工場で当たりたいんですけど、まあ古いところから見ていくとサンパウロ翼くんっていうのが可能性としてあるんじゃないかなと思ってます。まあクラブも押してるので、クラブを押しながらサンパウロの南米っていう、今ね欧州やってるので、まあなんかワンクッション置いて南米っていうところのクラブのピックアップの時に翼の潜在来るんじゃないかなと。
予測します。そしてワールドユースだったらなんかここの運営さん意外とこっちありそうなんだよなっていう、このオーロラカーテン S っていう最も不遇だった翼くんの一人なんですけど、で JY の翼くんに関しては確かに JY の翼くんってそこまで今、このね幻以外だとこのなんだっけ1万円パックの翼くんとかくらいなので、こっちもあるかなと思うんですけど、まあ自分の予想としてはサンパウロ翼くんじゃないかなと思います。はい、まあ、もしね翼くんが来るとしたら、そして美咲くん、もうでも美咲くんに関してはもう誰が何と言ってももうこのキャラが潜在来てほしいなって思うと思うんですよ。自分もすごい愛着を持ってます。はい、このねすでにもうあのコンビネーション翼でプラス20という初期キャラなんですけど、もう2周年のちょっと手前くらいまでね、ゴールデン23の美咲くん出るまでは多くの方が多分ワザパの人とかだと使ってた人多いと思うんですけど、やっぱりねこのキャラをに愛着を持ってる人多いんじゃないかなと。でやっぱりそのこの美咲くんだけは特化されて、ね、すごいブーストまたかけてほしいなと、もうね一化け二化けしてほしいなと思います。はい、もしくはライジングサンっていうのがある中でライジングサンの力の美咲くんを使いたいっていうので、この先行雷獣シュートの美咲くんっていうのもワンチャンあるんじゃないかなと思います。ちょっとね その前にこっちのワールドユースの美咲くんが来るっていう可能性もあると思うんですけど、まあどうかな。はい、うん、スーパーサブそうですね、この辺じゃないかなと思います。そして、ヒューガ、ちょっとずつねこう段上下で見ていきましょうね。ヒューガに関しては黒ヒューガも終わってるので、やっぱアジア予選のヒューガと先行雷獣ヒューガ、そしてこのジュニアユースのヒューガ、この辺が可能性がこれか、まあこれが来てもねフェスがいるんで、こっちワールドユースの、ね、予選の、ね、雷獣シュートのこのシュート特化のヒューガが爆発するんじゃないか。いずれにしても力のヒューガが潜在しそうですかね、既存キャラだと。もしねヒューガの場合は、でもヒューガは既存キャラで潜在な向上でなさそうだな、今すぐはちょっと時間置いてじゃないかなと。そして若林くんの潜在はほぼないなと思ってるんですけど、なぜならほぼ限定ガチャなんで、来るとしてもこれか、これクラブパ推しなのでワンチャンこれはあるかなと思うんですけど、あとこのパンチングアジア予選推しっていうのがその時のブームできたら、もしかしたら若林が一発目キーパーで潜在かけてアジア予選の推しが来る可能性はなきにしもあらずかもしれないですね。そして石崎くんほど逆にもうないんじゃないかな。このワールドユース南葛の石崎くんないと思うんだよな。なんでだ、高校生ってやってないから。あとそうすると、こっちの最新のワールドユースの石崎くんになっちゃうんで、石崎くんの潜在はない、チムスキ20はないと見ました。はい、もう独断と偏見でやっていきます。そして、これはありそうですね、この辺は水木くんのこの初期水木くんダブルで本当にアジア予選もう一番最初に自分ゲーム始めた時に一番最初に取ったキャラ、これでなんかシュートとか決めてた確か。はい、ゲーム始めた時これですわ。このキャラクターのこのドライブシュートでディフェンダーからなんかロングシュートとか打ってた気がする、よくわかんなくてポーンって。はい、まああとこの水木くん、まあでもこの時期なんでこれが2つ同時に出たのかなって謎だったんですけど、あとはこの中学校の美杉くんが一回も潜在してない持ってんだけど一回も潜在しないってやばい、はい、一回も覚醒してない、まあそのくらいのレベルですね。この辺とかもそうなんですけど、全部どっちも取ってもどっちも潜在してないってやばいな、これ。しかもこれ初期の方持ってたってことか、もう記憶にないなこの辺は。はい、かなと思います。美杉くんはありそうっすよね、この中学校か初期キャラの2人どっちかあるんじゃないかなと。で、マッツンはちょっとないんじゃないかなと思ってます。はい、だってマッツンね、いやないな、やっぱこの高校生のマッツンとかですもんね。
工場で、この中学校、中学校推しがあった。でもこっちが潜在あるからな。マッツンはナイト見ました。ナイト見た。もう独断と偏見でやっていきます。そして新田、新田くんはこの新田くんはジュニアユースの新田くんってクソ弱いんで、このジュニアユースの新田くんがもしやるならワンチャンじゃないかなとね。今だと外れ枠ですけど、あとはこっちのワールドユースの方は代表ガチャでもあるので、ちょっとないかな。新田くんは潜在ないと見ました。すぐね、あの一発目の10月で、で相談も多分ないと思うんですよ。この間潜在来てるんで、あとこの高校生はないかなと思ってて、この中学の相談は中学校し、いや相談もないんじゃないかなと思う。やっぱメインキャラの潜在じゃないかなと。そして正雄くん、正雄くんは逆にドリコレも潜在来てしまって、あと代表と正雄くんはもうほぼないっすね。中学校の潜在も来たんで、立花兄弟はない。そして慈瞳、慈瞳くん見ていきます。慈瞳くんはもう初期も潜在が終わってて、フェスも終わってて、高校生は多分ないと思うんですよ。そうすると既存の中学校かワールドユースの出たやつ、中学校の推しだったら新キャラに近いですけど、早めに潜在を入れる可能性はあるかな。このキャラめっちゃ強いですからね。慈瞳もないと見ました。もうだいぶ絞られてきた。で佐野くんも、佐野くんも工場キャラ多分高校生しかいないはずなんで、佐野くんも多分ナイスナイスナイスって言い切ってる。佐野くんもナイス。そして若島津キーパー、若島津キーパーバージョンってもう多分既存のキャラ中学生しかいないんで、若島津もナイス。お、なんか主要キャラっぽい気がしましたね。たけしも、たけしもワールドユースのやつだけですよね。そうするとたけしはないんじゃないかと。反町くんもない、この辺もない。ハンジ、ハンジもない。結構ないな。そうするとこの運営さんが大好きな赤井くんとかどうかな。赤井くん、青井くんあたりは。で、やっぱワールドユースのキャラが潜在されてないのが多いので、日本人だと結構ワールドユースのアジア予選が潜在来て、結構そのアジア予選の潜、ね、潜在が強めに来て、チムスキ20持ちましたよ、ほらほらどうどうみたいな、アジア予選やろうぜみたいな煽りになるような気もするんですけど、どうかな。でもクラブ場推しで技の葵くんって結構希少だと思うんですよ。技の葵くんって工場では多いんですけど、そういう意味では初期で、意外と使い勝手がいいんだか悪いんだか分かんなかったこのリフティングドリブルの葵くんの潜在はあるかな。こっちただアジア予選推しだったら今更 A のこのキャラ、ただこのゲームって例えばなんだ、ロブソンとかもそうなんですけど、初期本当に初期の初期をブーストさせる可能性があるので、この葵くんがブーストのキャラの一角を担う可能性はなきにしもあらず、運営さんやりそうで、このフォメの葵くんめっちゃいるんですよね。 1,2,3,3 ほらね、3とか4とか4もいるから、ただこっちで潜在してるからないかな。これ潜在やってるもんね。ね、今思うとなんでこのガチャやったんだろうってね、思うのがいっぱいありますね。はい、この中学生の中学生推しだったらこっちがブーストする可能性はありますね。はい、そして赤井くん、赤井くんは結構潜在がガンガン来てるんで、赤井くんから、ただ、ね、チームスキルやバフはないんじゃないかなと、来るならね工場のこのパスカッツ青い、いやこれめっちゃおったな、1回目出なくて、これね技やった時めっちゃ嬉しかったな、出た時は。はい、で日本人は弓倉、ちょっとRJ7 リアルジャパン7はちょっと飛ばします。多分これを組み込んでくださいっていうことにはならないと思うので、日本、まあ古川風見もない、曽我くんもない、井川もないってなるとここまでか。はい、
となると、青いヒューが結構候補としては主要キャラの潜在なんじゃないかなと。やっぱりねファンの人も喜ぶと思うんで、石崎もないと予測して、マッツンもないと予測すると、やっぱ青いヒューが翼、美咲、まあ若林なさそうだなっていう、この5人の中から出るんじゃないかなと予測するんですけど、皆さんどう思われますか？自分はやっぱり翼はサンパウロかこのプッシュダイビングヘッドかなと思います。でだってさ、でだってこの子覚醒さしてないけど、この子の潜在来てもよっぽどブーストしなきゃ、もうマジジムスキのためにふざけんなよっていうなる方が多いかなと。でヒューガに関しては結構既存キャラ多い中で潜在かけていくのはあるかな。そこまでやったらヒューガ愛を感じますけど、このゲームにおいてはヒューガ君結構使い勝手、フェスヒューガ以外は難しいので、そうすると翼、美咲、葵で、翼が、即だったら美咲君が力、そうするとやっぱ美咲君のこの先行雷獣シュート、ライジングさんほら久しぶりに復活したよっていうね。だってこっちのブーストは多分フェスと被るから、まあでも運営さんやらしいからフェスとこっちどっち使いたいのみたいな感じにしてくんのかな。でもそうするとね、やっぱあの18代表の翼くんのユニフォーム見たく、なんだよせっかく取ったり南葛の王者の方が強いじゃねえかよみたいな、王者の方が使い勝手いいじゃねえかよみたいなことが起こったりもすると思うんで、多分属性は外すから、翼、分かりました。自分の予想は3つ属性が10月中に来るとしたら、翼、美咲、葵じゃないかな。はい。で、美咲くんは分かりました。ライジングさんの先行雷獣シュートをあえて潜在する、まあこれはねもう個々にみんなの予想次第なんですけど、翼は、サンパウロ翼、そうすると技力、そうすると即のやつが欲しくなると思うんで、即の葵くんっていうのはアジア予選になるんじゃないかなと思います。どうでしょう、それで3色の、潜在がまあ一応出すよと。で葵くんはこれもう不遇な、これか運営さんのサービス精神が高ければ、まあ、こっちの、ね、新しい方かなと思うんですけども、まあ、その辺は待ってみないとわからないので、実際どうかなと思うんですけど、これで予想としてはいかがかなと思うんですが、どうかなと思います。はい、というわけで、今日は画面が動きましたのでそこかっていうそこかっていう、はい、プレイ画面が全くない気がしたので、昨日ドリームポットのガチャの後にちょっとね酔っ払って引いちゃったんですよ、ドリコレで。まあ何年かはいいと思うんですけど、ハース出たので一応、はい、どんな感じかランクまで使用感やっときました。貯めるはずだったのに、もう自分の頭の中では月末のフェスはオチャード、もう月末のフェスはオチャードってもう自分の頭の中で強い脅迫観念をもう持ってるので、オチャードのために貯めるんだと思ってて、オチャードすげえ強いと思うん でオチャードの絆は海外6人以上で 3% だってもう思ってずっとやってんですけど、どうかな。はい、というわけで、もしかしたらゴールデン23、3人以上っていうね、もしかしたらまさかのねチーム好きだった場合ちょっと固まるかもしれないんですけど、はい、まあね、こんな感じで、今日もね、終わりたいなと思います。というわけでいつもご視聴ありがとうございます。はい、連日暑いので水分補給とかして頑張っていきましょう。はい、それではまた。